はい、ルートビアマニアユッキーでーす。今回飲むのはこちら、A&W の、ルートビアの、クリームソーダ味。容量が 355cc の、これ一缶で170キロカロリー。原材料が、加糖ブドウ糖液糖とカラメル色素と酸味料と香料と、保存料。となってます。原産国がアメリカ。輸入者が株式会社 CFC ジャパン。大阪市の会社です。こちら上野の、アメ横にて購入しました。うん。こちらに書いてある通り、ノンカフェインとなってます。それでは飲んでいきましょう。やべえ、マジでこれ。ルートビアマジハマってしまった。完全に。完全にハマってしまった、これは。やばい。これは、あれだろ。うますぎるということに気づいてしまった。いや、感謝。感謝です。本当にあの人には。あのブログでね。まあ、いいや、カピー。うおあすげえ、これこの色なのにクリームソーダの。味がする。あ、あの緑色の、あの、あそこで売ってるやつ、ファミレスで売ってるやつ。クリームソーダ。うわぁ、クリームソーダ懐かしい。あれ食ってねえよ、もう。もう10年どころか20年ぐらい食ってない気がする。あれうまいんだよな、あれな。ぶっちゃけた話。あれ、うめえんだよ。そうそう。あの、ほら、あの、ガブ飲み、なんとか、あの、っていう、あの、500cc のペットボトルのやつあんじゃん。あれのクリームソーダとか。あ、でもやっぱサロンパス臭は、若干ありますね。うん。うわぁ、これクリームソーダだ。色茶色いんだけど、クリームソーダ。ガキの頃このクリームソーダが大好きでな。ああ、マジで。大好きでな。美味しいよね。あ、すごい。変な感じする。茶色いんだけど、あの普通のルートビアに比べて圧倒的にこの色が薄いですね。うわぁ。メロンクリームソーダ。もうなんか何なのかわかんない。本当に、あれって。もう20年ぐらいクリームソーダ飲んでないから。あの、ガブ飲みミルクソーダを飲んだけど、だから、あの、味ってほら結構、味覚だけじゃなくて、その、嗅覚もそうだし、あの、視覚でも判断されるんで、だから有名な話だと、あの、かき氷のあの、シロップが全部、あの、同じ味とかって聞いたんだけど、おそらくあれは同じ味っていうか、うん。まあ、同じ味なんだけど、色だけ、あの、着色料で、あの、されてるってやつね。うん。うっそーってなるけどな。まあ、香りが違うんだから、まあ、あれなんだろう。かき氷。シロップ。味。違いを感じる秘密は香料と着色料。つまり鼻を塞いで、
目つぶって飲めば、案外同じような感じに感じるか、いや、そうでもないか。いちごメロン、レモン、マンゴー、ブルーハワイ、抹茶などのかき氷シロップは、違いはやはり着色料と香料だけ。それ以外は、加藤ぶどうと液糖の味。ということです。で、個人的に、かき氷で一番美味しいと思ってたのが、青りんご味です。ガキの頃はよく、地元で祭りがあるんですよ。6月だか7月だか。で、そこ行って、まあ、大体ブルーハワイ買ってたんですよね。で、友達と、行って、かき氷の、ね、青りんご味超うめえから食ってみっつって、もらったらすっげえうまかったんですよ。確かに。うわーと思って。それからの、ほとんど、青リンゴしか、食ってないですね。もしくは、イチゴ。もう、ブルーハワイも飽きた。うん。もう飽きた。そしてこれ、小ネタを挟みますと、豆知識。で、ブルーハワイは、カクテルのブルーハワイっていうのがあるんですけど、あれはブルー、ホワイトキュラソーじゃなくてブルーキュラソーですね。ホワイトキュラソーっていうお酒があるんですよ。まあ、俺もそこにあるんですけど。まあ、これホワイトキュラソー。まあ、ほぼほぼカクテルにしか全く使わないです。かき氷これぶっかけてもうまいぞ。ああ間違いなく。間違いなくうまい。なぜかこれをね、ストレートで飲むととんでもない甘さで、恐ろしいです。なんのに、このアルコール度数がなんと 40%。まあ、カクテルでしかほぼほぼ使わないですよ、これね。ああただ、そのいい点としては、アルコール度数が 40% あるので、ほぼ 100% これ劣化しないんですよ。つまり、ずーっと置いといても、変質しない。ウイスキーとかと同じで、ほぼ変質しないというか、飲めなくなるということはないんで、だからあれだね。最近話題にした、マティーニの、マティーニジンとベルモット。ドライベルモットっていうのがあるんですけど、ドライベルモットがあれ、アルコール度数が、で、18度ぐらいなんですよ。で、開けたら、冷蔵保存なんですよね。うん。まあ、あれはアルコール度数が低いから、っていうことなんですけど。ホワイトキュラソーはとんでもなく甘い。で、ブルーキュラソーの、使う、ブルーハワイっていうカクテルがあるんですよ。これは無色透明なんですけど、ブルーキュラソーはこれに着色料の 青色をつけただけのやつなんですけど、実はこのホワイトキュラソー以外には、オレンジキュラソーっていうのがあるんですね。これじゃあ名前一緒で、オレンジの着色料使ってるだけだろ。って普通の人は思うんですけど、全く違うんですよ。作り方が。なぜか。なぜか。ホワイトキュラソーとブルーキュラソー、他にもなんかいろいろあるんですよ。キュラソー系。うん。
だいたい色が、違うだけっていうパターンなんですけど、なぜかオレンジキュラソーだけは、全くの別物で、オレンジキュラソーは、作り方も、かなり違う。うん。なので、その名の通りオレンジキュラソーなんで、オレンジの、味がするんですよ。じゃあ、このホワイトキュラソーは何の味するのかっていうと、これは柑橘系の味。オレンジキュラソーだけ、オレンジの、を使って、なおかつ熟成させるという。何年間タレで寝かせないと、オレンジキュラソーっていうのは名乗っちゃいけないみたいな法律があるんです。なので、他のホワイトキュラソーとかブルーキュラソーに比べて値段が高いです。で、度数は同じく40度。ただ、ほぼ使わないですよ、これ。甘すぎて。もう、すっげえ甘いから、もう。シロップ。下手したらシロップよく甘い。っていうくらいの。恐ろしいほど、こう、糖分が入ってるんで。なおかつ、少量しか使わないんだけど、この、ホワイトキュラソーとかオレンジキュラソー系はで、キュラソー系はですね、ものすごく風味がすごい強い。オレンジとか、そうだね、レモンとかグレープフルーツとかの味に、さらにその甘さを加えて、で、とんでもなく甘いんですけど、そこら辺の香りみたいなのが、柑橘系の香りがとんでもなく強くて、だからこそ少量でもなおかつ、甘い上に、風味がものすごい強いんで、ちょっと入れるだけでも、むちゃくちゃ変化するんです。香りがもう。とんでもないほど。実際に飲んでみましょう。久々だな、これな。久々に飲んでみっか。ホワイトキュラソちょびっちょび。こんな超甘いから。くそ甘くてもう。シロップをさらに蒸留してシロップを、煮詰めたような。いただきます。うわぁ、もうオレンジの香り。おぉ。うわうわうーん。うわ、甘え。アメイジング。ただすげえやっぱ香りがもうオレンジの香り。ブワーってくるんですよ。とんでもなく。で、有名なのだとコアントローとか、オレンジキュラソーで有名なのはコアントロー。うん。あれはオレンジキュラソーの中でもかなりメジャーというかもうほぼほぼどこでも売ってるようなレベル。だから、ケーキとかにもよく使われるんですよ。俺も実際ケーキ工場で働いたことあるんで、これ、使うんですよ。コアントロー。コアント、うわ、甘っ、うわ、うわ、コアントロー。コアントローはこれオレンジキュラソーです。あれですね。うん。そうです。うん、多分。ごめん。ちょっとわかんない。多分ホワイトキュラソーだと思うんだけどな。あれ？ホワイトキュラソーってオレンジキュラソーじゃなかったっけ？いや、コアントロってホワイトキュラソーって書いてあるな。
ホワイトキュラソーの一つである。ニュートラルスピリッツにビターオレンジ過去乾燥させたものとスイートオレンジ過去乾燥させたものと生のものの可比を浸積して蒸留し、なんとかかんとか糖を加え、アルコール度数を純粋で調節している。アルコール度数は40度で、エキス分が 27%。エキス分が 27% って書いてあるってことは、これあれですね。おそらくオレンジキュラソーです。本当かな？ただ、にわかの可能性がある。にわかの知識を、あれしてるわ。キュラソー。ウィキペディアでググると、リキュールに分類される、中性スピリッツやブランデーにオレンジの果皮の、香味成分と糖分を加えたもの。キュラソーはオレンジのリキュールだが、その製造にはオレンジの果皮、違う。オレンジの果汁や果肉は原則として用いられず、果皮のみを使用し、リキュールの中でもキュラソーは銘柄数が多い。有名なものとしてホワイトキュラソーのコアントロとオレンジキュラソーのグランマルニエ、マルニエが挙げられる。あ、ごめんなさい。コアントロホワイトキュラソーでした。はい。にわか出たな。にわかが出たな、これ。キュラソーは大きく分けて、無色透明のホワイトキュラソーと、橙色の、オレンジキュラソーが。なお、オレンジキュラソーは基本的に樽熟成による着光だが、その他の材料によっても色がついている。オレンジキュラソーは樽熟成による樽からの成分の、溶出などがあるためにホワイトキュラソーとは味が異なると書いてあります。青色のブルーキュラソー、緑色のグリーンキュラソー、赤色のレッドキュラソーも存在する。この、これらはホワイトキュラソーと、合成着色料で、まあ、したと。だけと。ただ、この着色料の添加のために、ホワイトキュラソーには近いものの、ホワイトキュラソーとは若干味が異なるとされている。ホワイトキュラソーを使ったカクテル、サイドカー、ホワイトレディ、バラライカ、XYG、ウイスキーサイドカー、キングスバレー、ブルーハワイ、ブルーマンデー。まあ、ここら辺とか。その他オリンピック、神風、グランマルニエオレンジ、コアントローオレンジ、コアントロートニック、コスモポリタン、ビトウィーンザシーツ、ハイライフ、マイアミビーチ、マルガリータ。となってます。まあ、だからここにあるブルーハワイね。ラムをベースカクテルを、カクテルの一部。一つ、その名の通り青く仕上がるが、この色はカクテルの材料に、使用するブルーキュラソーによるものである。ブルーハワイはハワイで考案されたと言われているカクテルである。標準的なレシピはラムホワイト32、パイナップルジュース30、ブルーキュラソー15、レモンジュース15。
で、これシェイクですね。うん。そして十分な量のクラッシュドアイスを、入れたゴブレット、に注ぐと。なるほどね。このカクテルは色が重要なので、ブルーキュラソーの味を変えてしまうゴールドラムやダークラムは用いないと。客からのリクエストでもない限り、ホワイトラムが、使用されると。ちなみにホワイトラムで俺がおすすめ、一押しするのが、バカルディの、ホワイトラム、スペリオールってやつ。これなんですよ。まあ、もう今はもう飲めなくなってしまったというよりは、コカコーラで割ると、これとコカコーラで作るその、キューバリブレ。うん。あれですね。ライムをちょっと入れて、まあ、氷入れて、バカルディのこのスペリオールを30か 45cc 入れて、で、ライム果汁をちょこっと入れて、コカ・コーラでフルアップで、混ぜて完成。うん。まあ、俺コカ・コーラちょっと飲めなくなりました。カフェイン、過敏症なんで飲めないです。この A&W のこのクリームソーダ。あれやな。でも普通のやつの方がうまいな、やっぱな。ほら、ドクターペッパーでもほら、なんかあんじゃん、クリームソーダ味みたいな。クリーム味だから、なんか、バニラ、チェリー味とかもいる、あるでしょ。やっぱオリジナルが一番便利だよ。これは、ハマってしまった。まあ、これはちょっと、そんなに、好きかって言われたらそんなでもないの。三つ星、ロシアリーズでした。